はい、こんばんは、リアポーです。今日は検証動画で、実はこれ見てもらえばわかるけど、実は深海魚持ってるんですよね、僕。実はこう見えて、あの、何粒かはちょっと恥ずかしいで言わんし、言いたくもないし、絶対言わんないけど、ってことで、実際深海魚は33から34、あの、最高難易度と呼ばれる楽曲たちにどれほど対応できるかってのを今日はね、見せていこうと思います。あとチャンネル登録者300人ありがとう。ではやっていこう。初音ミクの消失からファイフパーティーで、あの、もう、あの、めんどくさいで全部やりたいで、あの、何種だけカットカットで見せてくって感じにしようかな、うん、こっから、こっからあ、もうダメ。実はこうできる。できんなやでね。もうできません、できません、できません。はい、次行こう。もう、はい、劇場。こっからね、こっから行くよ。ああ、あー、もうダメかも。あーあーあーあ、もうダメだ。できません。はい、次行こう。できんわ。うん、なんでダメよ。うん、ぶちゃれや。うん、どうやってやるんでしょう。できます。やばい。ああ、できんくない？ここは超えてないやろ。なんかどっかで見た。ここはもう適当、わからん。適当にやっときゃ死にません。はい、そういうことです。マシンガンポエムドール、やばい、死ぬかもしれん。あー、死ぬ。またできんわ。はい、エンドマーク。あー、ああ、無理だな。やばい。
ジンベラね、疲れた、もう本当に疲れた。連続でやっとるでこれめっちゃ疲れるやんて。こっからか。死ぬかも。あ、無理だね。あのさ、無理ですよ。無理です。あ、めっちゃ熱い。やべえ。はい、ラスト、Don't Fight the Music。もう疲れた。これ最後。あ、これ最後。本当に疲れた。連続でやっとるでさ、この33から34まで。めっちゃ疲れた。ああ。うん。適当で、なんとかなる。なってないけど。なん。できてないよ。できてない。どうして？最後が一番頭こせんてな。ちょっと、もういいです。もういいです。なんでもいいです。まあ、できませんということで、締めに入ればいいと思います。はい。できませんで、あ、まあいいよ。はい。ということで、所詮、深海伝ごときには、できないということがね、分かったということで、今日の動画締めていこうと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。